それでは、行列式の形ということで解説をしていこうと思います。まず、4次の行列式の考察ということで、えー、前回ですね、行列式の定義をですね、性質によって定義しました。まあ実際には形で与えて、その形が与えられたものが、2時、3時の行列式ですね、がどのような性質を持つかということを分析して、そしてその性質をそのまま一般の NG の場合にも適用して、それを定義にしてしまおうということでした。 はい。で、その性質は何だったかというと、まあ、この多重線形性という、まあ、マルチリニアというやつですけどね。あの、まあ、各列ベクトルごとに、行列の列ベクトルごとに見ると、まあ、その関数、ベクトルに対して、なんか数値を対応させる関数として考えると線形性があると。それが全ての列について言えていると。まあ、どの列にとっても対等だということですね。で、えー、対価性。 という性質ですね。二つの列が同じだと0になる。あるいは入れ替えると符号が変わると。この二つは1の元で同値なので 2a、2b というように書いてるわけですけども、だからどっちか一方あれば本当はいいわけですけども、わ、まあ、かりやすく両方書いていると。で、あとはまあ単位行列における値ですね。この値が1であると。この3番の条件は、まああの、なければなかったで、定数倍を除いて、この e n における値が例えば2だったら、 本来の行列式の2倍になるだけということですね。はい。で、このような定義のもとで、果たしてでは、4時の行列式っていうのはどういう,うな形になるかと。まあ、N 時の行列式の形を決めたいわけですけども、まあ、いきなり N 時って言ってもちょっと難しいので、まあ、次にややこしそうな4時ですね。もう3時までは、もう式で与えてしまいましたので、4時でやろうということですね。 で、4時だとですね、まずこの多重線形性を使ってやると、このような形になりますと。2時の時は最初 2×2 2の2乗。3時の時は 3×3×3。3の3乗ということで、展開すると、それぞれ N の N 乗になるということは予想がつくんですね。今回は4の4乗ということで、16の2乗、つまり256個の項が出てくるわけですね。 はい。もちろん、これ全部、あの、出てくるわけじゃなくて、ここからですね、一番、2A の耐火性を使ってやると、ま、ークがある。E1, E1, E2, E3 とか、E3, E1, E1, E3 とか、E3, E2, E2, E4、e、とか、そういったものは全部ゼロなんですね。重複があるやつは全部ゼロになると。ということなんで、この、E1, E2, E3, E4 ですね。この部分の、 ま、順列ですね。これが、え、i1, i2, i3, i4 の中に重複がないものだけが生き残るということですね。つまり、こういうことですね。i1, i2, i3, i4 というのは、まあ、集合として、要するに1,2,3,4となる等しいものだけが、まあ、重複のない順列が、ま、生き残りますということですね。はい。で、 このあ D の E1EI1EI2EI3EI4 ですけども、これは、要するに E1E2E3E4 ですね。E1E2E3E4。これをまあ並べ替えたものですね。並べ替えたものということですから、まあ、その列を何回か入れ替えると、何回か入れ替えると、まあ、E1E2E3E4 できるはずですよね。まあ、順列ですから、並べ替えによって整頓、整理する。あの順 順番通りにすることは当然できるはずですね。で、この順番通りにするときに、まあ、一回入れ替えるごとに符号が変わるっていうのはこの 2B の対価性なわけなので、あ、ごめんなさい、交代性なわけなので、えー、まあ、何回か入れ替えた結果、単位行列の値になるので、まあ、要するに、これはですね、あの、この項は全部、プラスマイナス1だということがわかりますね。 つまり、まあ、これがま、メインの項なんですけども、それにま、なんかこう、符号がついていると、いうことですね。行列式の中でも特に単位行列およびその単位行列の列の順番を入れ替えた行列式が係数についてくるわけですけども、その係数は、プラスマイナス1だと、いうことになるわけですね。はい。つまり、このようになるわけですね。 はい。ということは、例えば、ま、例としてですね。E3, E4, E2, E1 というのを見るとですね。これは、最初の、これ何入れ替えてますかえっ、e、と、e、E3 と E1 を入れ替えてますね。E1 をとにかく頭に持ってきたいので、これ入れ替えんですね。そうすると、符号は当然、一回変わります。一回変わりますね。で、もう一回入れ替えるんですね。もう一回。どこ入れ替えようかな。え、e、っと、e、E2 と E4 入れ替えるか。これ入れ替えましょう。これ入れ替えると、E1, E2, E4, E3 と。 で、マイナス1の、まあ、プラスなんですけども、一応マイナス1の2乗と書いてありますね。2回入れ替えたということですね。で、もう1回入れ替えます。こう入れます。そうすると、ほら、ちゃんと、1、2、3、4と。これ単位行列ですね。単位行列。E4 ですね。はい。ということなんで、えー、マイナス1の3乗 E4 ですから、D の E4 ですからあ、これはマイナス1だと。マイナス1だと。いうことがわかりますね。 はい。ということでですね。これは、今4字の行列式やったんですけども、まあ当然 N 字の行列式でも全く同じことですよね。やることはまあ全く一緒なんで、これがだから、あの I 1, I 2, I 3, I、i1, i2, i3, i4 と書きましたけど、これはまあ I 1, I 2,、i1, i2, 点々点、in と書いてもですね。一緒ですね。全く一緒です。で、この、ここの部分もですね、i1 から in 集合、1、2、3、n と等しいと。つまり、えー、i1, i2, i3, i4 が、あの、in が重複のない順列であると。 いうことがですね、そういうふうなものにわたって、こういう形のもの、これを N 個にしてもですね。かけるこれだと。ということで、結局ですね、単位行列、えっ、ー、と、それこれちょうど、これ書いてたんですね。はい、単位行列 EN の列を並び替えた行列を、まあ一応置換行列という言い方です,んですけども、置換置き換えた行列ですね。 この痴漢行列の行列式の値ですね。結論としてはですね。行列式の形は、まあなんかごちゃごちゃといろんな性質、難しそうな性質をごとく並べましたけども、結局形としてはですね、痴漢行列の行列式の値。これも符号ですね、符号。プラスマイナス1ということで、要するに符号ですね。この符号の計算さえしてしまえば、あとはですね、こういう形。これは要するにあの、各列から1個ずつ、 行を、この i1,i2,i3,i4 っていうのは要するに1列目は i1 行、2列目は i2 行、3列目は i3 行、4列目は i4 行から要素、成分を取ってくるってことですから、各列から行が重複しないように1個ずつ成分を取って掛け合わせたものの符号。これで決まりですね。で、交数はもちろん N の解除ですね。<music> ということで、例題ですね。まず一番目の例題ですけども、四次正方行列 A イコール括弧 AIJ の行列式を DA とする。列に関する多重線形の意を用いて展開したとき、次の項は現れるか。また現れるならば、係数はどのような行列の行列式であるか答えなさい。さらにその項は対価性でゼロとなるか答えなさい。はい。今の説明の復習です。今の説明がわかっていたら、一瞬で答えられるはずですね。はい。ではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。まず1番ですけども、AIJ の J の小さい順に並べ替える。つまり列の順に並べ替えるということですけども、1列目の成分はここに1個あります。A21 ですね。次に2列目の成分は A12 がそうなんですけども、もう1個ありますね。これダメですね。さっきも言いましたけども、各列から行を重複せずに1個ずつ選ぶと言いましたけども、これだとですね、あの列に関する線形性が出てこないですね。 えー、二列目の成分が二個出てきてますから、二列目の成分を、例えば二列目をですね、例えば二倍すると、こう、これも二倍、これも二倍になっちゃいますから、そういう子は出てこないっていうのは、あの、多重線形性の意味ですから、こういう子は出てこないですね。これは出てきませんと。こういう子は出てきませんと。こういうことですね。この子は現れないと。はい、それでは二番行ってみましょう。二番はですね、同じようにして並び替えると。まあ、並び替えてあります。 新設ですね。並び替えてあります。A21A32A23A44 と。並び替えてありますけれども、1列目はこれは何かというと、1列目の2行目の成分を取りなさいと。2行目は3、2列目は3行目の成分を取りなさいと。3列目は2行、なんか軌道がありますね。2行目。さっき2行目ってあったよね。これありましたね。ダメですね。行が重複するというか、要するに順列としては2、3、2、4ですから、 この項 D の E2E3E24 っていうのはこれゼロですね。対価性によってゼロですね。はい。アウト。消えてしまいました。アウトっていうか、まあゼロですね。項としては最初の多重線形性の展開としては出てくるんですけども、出てきます。だから出てその意味では最初の多重線形性のみを用いて展開するとき、次の項が現れるかっていうのはイエスですね。これはイエスです。これはイエスという。また、現れるならば、ケースはどのような行列の行列式であるか。 このような行列の行列式なので、従って耐火性によりゼロであるということですね。で、最後3番いってみましょう。最後の3番はですね、同じようにして並び替えます。今度は並び替えてないので、並び替えます。えっと、1列目はここですね、2, 2行目から取るんですね2。2列目は3行目から、3列目は1行目から、4列目は4行目から。重複がありません。 はい。これもこは必ず出てきますね。各列から1個ずつ取って行各列から1個ずつ取ってきてますから、多重線形性のように用いて展開したとき、現れるかはイエスですね。そして、その係数はどのような行列の行列式であるかというのは、これですね。1列目は 2, 2行ですから、2、3、1、4ということで、2、3、1 4ですね。はい。で、これでなるべくで単位行列になる。 かっていうとなりますよね。これね。上空がない順列ですから。ですから、これは、対価性によってはゼロでは消えないということですね。しかも、並び下で単位行列になりますから、あの、必ず1かマイナス1になるということですね。はい。まあ、1かマイナス1どっちになるかっていう話は、次に問題を用意してありますので、次で考えていきましょう。はい。それで今度は2番目ですね。4次正方行列の行列式を DA とする以下の4次の置換行列の行列式を求めなさいということですね。 はい。先ほどやったようにですね、重複のない1,2,3,4という4つの基本ベクトルの順列に対する D の値が問題になりますから、これをですね、求めなさいということですねで。どうやって求めるかというと、入れ替えによって単位行列になるまで入れ替えていくと、その際、交代性によって符号が単位変わりますということなので、それを見ていけばいいわけですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 それではやっていきましょう。えーまあ、簡単のためですね、ちょっと記号が長いので、わ、えーまあ、かりやすいかどうかとちょっとわかんないですけども、スモール D の添い字にこの番号だけ書いちゃうと。えー、e 1 e 2 e 3 e 4っていうのは D1234 とこう書いちゃうってことですね。こうですね。はい。ということなので、えー、この D1234 とか D231 とかね、D2314 とかですね。まあそういう4つの数字を添い字に持つ。40添え字とい字ってやつですね、えー。で、ちょっとこの、 表すことにしましょう。はい。まず1番ですね。え、D2134 ということですけども、まずこの2と1、E2 と E1 を入れ替えるという操作をすると、1が先頭にきます。え、そうするとですね、えー、まあ、符号は一回変わるわけですね。交代線によって。マイナスの D1234。あ、もう1 2 3になっちゃいましたね。1 2 3話になっちゃったね。これもう1ですから、マイナス1ということになります。これ、結果が分かってしまいました。はい。次2番ですね。え、1432ですね。 はい。最初の1はそのままなんで、この4がちょっと邪魔っ気なんで、この4に、本来の1に行ってもらおうと思ったら2と交換しないといけないですね。はい。これも1回だけ交換すると、はい。1234になってしまいました。なんか面白くないですね。1回交換で終わっちゃうんですね。はい。次行きます。3番ですね。3241。はい。今回はですね、なんか定位置にあるのは2だけですね。3も表も1も定位置にないので、えー、どうしましょうということで、えー、っと、まずですね、どうしましょうか。えー、1と3を入れ替えましたね。 そうすると、はい。マイナス1回ついて D1243 ですね。はい。1243ですけど、まだこれ1234ではありませんので、もう1回入れ替えます。もちろん入れ替えは3、43を入れ替えたらいいですね。はい。ということで、マイナス1が2回かかって、マイナス1の2乗 D1234 ということで、これは1ということになります。